すいません。かじちゃん、今日買い物に行ってきたんだよっていう話でした。なんかしようと思ったんだけど忘れちゃった。なんだっけ。なんだったかな。まあいいや。どっか行くのって行ってきたんですよ。おめかしっていうほどのことしてない。寝癖が治らないときはこういう髪の毛です寝たまるし、基本的に私が髪の毛をこうやって巻いていたり外跳ねとかしてたら寝癖治ってなかった日だと思ってください本当そんな感じ。私こうやってお仕事がこう撮影とかね、こう衣装とか着る日じゃないんだけど、今日そういう日じゃない日で、あの髪の毛を必死に直す気がないんですよそう、ショートカットって本当に寝癖直すの大変なのね。なんか一回お風呂入っちゃえばいいのよ。一回お風呂入っちゃえばね、もう乾かすだけでね素敵。いや分かるよ。でもこう朝起きて、じゃあ今からじゃあショートカットの方一からこう全部アイロンして丸くしましょうってなるのには結構時間かかるのねそうそう、だからなんか外羽とか、 なんか巻いてる時って基本的に、あこの人朝あ寝癖直すのめんどくさかったのかなって思ってください。私は結構そういうタイプなんだよね、うん、逆にあの直さなくて済みそうだったらもうストレートにしちゃった方が楽なので、わざわざ巻くより。そうなのよ。だね、簡単に言ったらただのめんどくさがり屋ですね私は。直しなさいよってわかる、ね、私もね直した方がいいだろうなって思うんだけど、そう、私基本的にあのマッシュルームヘアでねいつも生きてるので、あのたまにはねこう疲れちゃうんですよ。やっぱあの寝癖直すのもあれ毎日やるの大変なんですよ結構、うん、そうそうあとハーフアップしてる時はもうどうにもならなかった時ですね。ハーフアップしてる時はもうどうにもならなかった時です、うん、そういう時は本当に、あこの人はあの外跳ねすらできないくらい寝癖がひどかったんだなって思ってくださいそうね、落ち武者ヘアって私呼んでるんですけどそうそう、ピョコピョコしてこれ楽なんですよ寝癖の直す時みたいな。家事料理作ったりするの、まあ、料理ってほどの料理はちょっとできてないかもしれないんだけど、たまにっていうかこう今夜ご飯はできるだけっていうかまだ外で一回もご飯食べに行ったりとかしてないんだけど、もう作ってます。だからご飯炊いてるのね毎日、二人いるし姉ちゃんお弁当だし、うん、ご飯炊いててるね。ご飯があるからおかずを作りましょうみたいな感じ。朝は納豆か目玉焼きか大根か夜はなんかおかずになりそうなもん、なんか野菜炒めめっちゃ多いです。うん、野菜炒めやりがちですね。野菜炒めがち塩コショウみたいな、うん、でもこの間あんかけをやったんですけど、あの厚揚げ豆腐のあんかけ、うち的にすごい自信作だからその話ばっかりしちゃうんだけど、あんかけ野郎やったんですよ。厚揚げにあんかけ野郎をめっちゃ美味しかったです。みんなに教えてあげるね。厚揚げを買います、豆苗を買います、ひき肉買います、はい、にひき肉炒め、豆苗炒め、みりん、酒、砂糖、塩少々、醤油混ぜます、はい、片栗粉入れてとろとろ、はい、厚揚げ、はい、焼きます、両面、はい、かけます、終わりって感じすごい美味しいのしかもめっちゃ安いの、ちょっとやってみてみんなやってみてお願い、すごい美味しかったから。
あとだしの素入れました。だし汁を入れますみたいな。すごい美味しかった、うん、おすすめですね。結構自分の中ではうまくいったものだったりするので、それはこれからもずっと言っていくかな。逆に家事何作ってほしいみたいなとこありますか？なんか私がそれ初めてここの家に来て初めて自炊したものだったんだけど、姉ちゃんに絶対味噌汁作ると思ったって言われたんだけど、私ちゃんと豆苗の味噌汁作ったの。あの厚揚げとか和食がすごい多分私好きなんだろうね。なんか自然にっていうかなんていうのそういうのって、無意識に 和食が好きみたい。確かに味噌汁は私すごい自信があるから、それは簡単っていうのもあるし、私一発で味決められる自信があるんで、うん、豆苗リーズナブルでいいよね。わかる。ハヤシライスいいね。なんか私カレーがすごく好きなんですけど、カレーをこの間姉ちゃんに作ってもらったの。そしたらね、その、2日後ぐらいにハヤシライス食べたいなみたいな、まあその日にハヤシライスを作ろうって言ったわけじゃないんだけど、ハヤシライス食べたいな、最近食べてないなみたいな話をしたの。そしたらなんか姉ちゃんカレーじゃんって言ったの。全然違うよみたいな。ね、そう違うよねって思うんだけど、どう？全然違うと思います私は。でもやっぱ姉ちゃんは一緒って言ってた。そっか、嫌い、カレーが姉ちゃん好きじゃないんだよね。言っても何作ろう。私実家にホームベーカリーがあって、いつもナンを作ってたんですよ。それでこの家じゃナン作れないじゃん簡単に。実家ではホームベーカリーに粉とベーキングパウダーと塩と入れときゃ、まあもうねりねりしてくれるんで、あと焼くだけだったんですけど、確かにこの家じゃできませんね。あ、明日実家帰るんですよ。みんなに言ってどうすんのって話なんだけど、明日実家に帰るんですよ多分。あれ明日だっけ。そう明日実家に帰るんですよ。私は何ママ作ってくれるんだろうってちょっと思って、うん、私何作ってくれるんだろうな。楽しい。カチヌードルやっほー。あ、味音痴疑惑って。荒島さんはなんか私とは全然趣味が合わないっていうか、食の好みが合わないんですよね。なんかアイスとかも、私は一番好きなのがイチゴアイスなんですけど、姉ちゃんイチゴアイス嫌いだし、姉ちゃんずっと好きなのは生クリームたっぷりのケーキとかが好きなんですけど、私生クリーム苦手だし、私結構濃いしょっぱい味のものが好きなんだけど、姉ちゃんあんまり濃い味がダメで、姉ちゃん逆に酸っぱいものが大好きなんですけど、私酸っぱいもの苦手なんですよ。唯一大好きなもので一致するのはポテトポテトは二人とも大好きポテト、うん、ポテトは好きだね。めっちゃ好き、お互いに。困ってますよ。今日もお買い物を2人で行ってきたんですよ。買うお店がね、もうね、見るお店がね全然違うんね。あ、ほうちゃんのアバターね、可愛いから身につかいますよ。カジのアバターもぜひね。うん、
極端なんだよね。だって姉ちゃん唐揚げにさ塩レモン、あ、違うだ、レモン汁か、レモン汁かけるんじゃなくてつけるんだよ唐揚げに。私には、私レモン汁ちょっと酸っぱいのあんまり得意じゃないから、あ、見て、レモン汁あんま得意じゃないからさ、うん、酸っぱいのが得意じゃないんだよ。つける、え、でしょ、あの人さレモン汁ピューってお皿に出してそれをひたひたひたって酸っぱーみたいなめっちゃ酸っぱくない、そういうのが好きなんですよ。なんか昔から姉ちゃんの好きな食べ物ってなんか酢の物とか好きなイメージで、私パスタペペロンチーノが好きなんだけど、姉ちゃんはクリーム系のパスタ、クリームパスタみたいなのが好きで、私クリームパスタはね食べれないんですよ。生クリームの風味とかクリームとか苦手だから、まあまあ反対ですわなっていう。キレてレモンダメなのかって、あ、キレてレモンでいけるわ。うんとね、酸っぱいな、飲めるけど酸っぱいあーとか言いながら全然飲める。ジュースは好きなんだよね、でも酸っぱすぎるのは苦手だな。レモンとかだからかじったりとか絶対できないし、唐揚げとかにレモンもかけたくないしなって思っちゃう。シゲキックスとか嫌いじゃないけど、やっぱ酸っぱいのはね避けちゃうかも。酸っぱい、しょっぱい、甘い、辛いでどれ選ぶって言われたらしょっぱい。しょっぱいものめっちゃ好きです。濃い味、なんかポテトサラダにソースとか私かけて食べちゃったりする、うん、ケチャップの量とかもすごいかも。あのオムライスとかにかけるやつってめっちゃかけちゃう。みんなどれ取ります？甘い、しょっぱい、辛い、甘い。あれ2つ入ってきた。甘い、酸っぱい、辛い、甘いか。あれ、ある2つ出てきた。しょっぱい、甘い、辛い、酸っぱいか。しょっぱい、甘い、辛い、酸っぱい。うん、これどれがいい？私はもうダントツでしょっぱいが好きかな。で次に辛い、いや甘いだな。しょっぱい、甘い、辛い、酸っぱいかな、私の順番は。辛いもの好きなんだけど、そんなに辛いものいっぱい食べれるわけじゃないから、まあ物によるのはね間違いないよね。いや間違いないんだけど、なんかこう自分の食べるものの中で好きな食べ物って言われた時に一番多いのはしょっぱいものが私は多いかもしれないなって思います。だからお菓子とかで例えると分かりやすいんじゃない？ポテチ食べる人、カラムーチョ食べる人、なんか微妙だね、クッキー食べる人、スパムーチョ食べる人、ポテチ、カラムーチョ、スパムーチョ、クッキー分かりづらい感じさ、それで決まんないか、なんだろうね、なんかすごい分かりづらいこと言っちゃったんだけど、ちょっと目にゴミ入ってんのかな、なんか目に、目がすごいさ、なんだろう、あ、これだ、まつげが目に入っちゃう。解決、すだこ、あー、そう、すだこさんとか、まあ、美味しいけどな、すだこさんも美味しいけど、姉ちゃんもねすごい食べるの、茎わかめ、すだこ、すいか、めっちゃ姉ちゃん食べるイメージある。うん、家事はポテチ、カルジャガ、あと新潟せんべい、プリッツ、じゃがりこ、なんかそういう、でも私ポテトがすごい好きだからな、じゃがいも、じゃがいも系が好き。
そうだから今日姉ちゃんと買い物してたからお昼をねスシローに行ったの。スシローに行ってお寿司もちろん食べたんだけどポテト2つも頼んじゃった。今平日90円なんだよ。知ってた？スシロー知ってた？みんなスシロー90円なんだって。ココナッツサブレめっちゃ美味しいよね。大好き。私も好きです。ココナッツサブレかハーベストだっけ、クッキーどっちも好き。なんかアイス乗せたい。ココナッツサブレアイス乗せたいよね。よっちゃんか好きですよ。でもよっちゃんかよりもタラタラしてんじゃねえよのが好き。タラタラしてんじゃねえよすっごい美味しいよね。そうハーベスト薄いやつ、それです、それです。酢飯、あ、めっちゃ好き。酢飯はね大丈夫。あ、なんか酸っぱいもの嫌いというよりかは酸っぱいものを好んで食べないって感じ。なんか酸っぱいってやつを食べないって感じ。だからレモンとか梅干しとかは苦手で、お寿司の酢飯とかめっちゃ好きですよ。それはもう酸っぱいってならないから全然大丈夫かも。うん、なんか酢の物とかもおー酸っぱいだと思うのは結構ね嫌いまではいかないけど、まあ、食べないんだよね。シゲキックスとかね、うん、酢飯はねめっちゃ食べる。なんかママがよく手巻き寿司を家族でやってたんですよ。ママが作ってくれて、でこういう大きいおけみたいのにご飯いっぱい乗ってたりするんだけど、それをわざわざ取ってその上に納豆食べて納豆ご飯食べてました。巻きなさいって私は今だったら思うんだけど、ちっちゃい頃はあんまり生ものが好きじゃなかったからもうね納豆ばっか食べてたんでね。なんかその時さ本当に生ものが苦手だったから巻くものなさすぎてあれしてたわ。納豆を2パックぐらい開けて食べてた気がする。はい仕事抜け出して見に来てよ。だってやばいやばいやばい大丈夫いけるか、午後頑張るんだぞ。午後っていうかもう午後なんだけどね。今すごいお寿司じゃない酸っぱいものが苦手だよって話をして、すごいごめんね大した話をしてなくて。うん、しょっぱいものが好きなのね私は。ポテチはうすしを噛んじゃった。ポテチはうすし派ですって。わかる。結局ねスタンダードって美味しいよねって話になるんだよ。わかる。うすしを私もねうすしをかも、でも、うん、選ぶならうすしをかもしれない。うん、塩って美味しいんだもん。わかる。でなんかじゃがりこも一番好きなのサラダ味だし、結局ねそうなんだ、結局スタンダードが一番美味しかったりするんだよね。じゃがる、よいしょよいしょ、ありがとうございます。お越しくださいました、ありがとうございました。いいね、お菓子食べたい。めっちゃお菓子食べたい。みんなもお菓子食べよう。お菓子大好きなんだよ。大好き。でもねポテチばっかり、ポテチっていうかポテト系ばっかり。でも最近クッキーとかも好きだからクッキー買おうかな、なんかで。え、中学入ったからお菓子食べてないだってマジで。中学とか、あ、でもそっか、あっちも中学の時あんまりお菓子食べてないかも。高校だよ私、高校でめっちゃお菓子食べてた。うん、なんかあんまり私完食しなかったんだけどお菓子を捨て好きになったよね。ピザポテト食べたいって、わかる。あれ美味しいよね、なんかやっぱ濃いの美味しい。でも私今食べたいのはあのチョップスティックだっけ、なんだっけ、違うわ、チップスターだ。チップスターのあの綺麗に揃ったポテト、綺麗に揃ったポテチが今食べたいかもしれない。
気がします。ミミミミミミミプリングルス、何プリングルスって調べよう。何これあんま食べないんだよね。なんか巡り合わないプラス結構味があるよね。アメリカンよね。何だっけ、サワークリームオニオンだっけ、あれが苦手なんだよね結構。でも今こうやって見るとさ、美味しそうなものいっぱいある。うわでもちょっとハニーマスタードピザ味バーベキュー、結構あるな。バーベキュー味は食べたいかな。今度食べてみよう。明太子っていうのはたこ焼きもあるよ。たこ焼き、焼き、あ、ホタテ醤油バター、クラッシュドブラックペッパー、ガーリックシュリンプ、明太子、ナッチョチーズ、サワークリームオニオン、カラペニオニオン、すごいなんかいろんなのあるよね。お、サワークリーム美味しいなんてきてる。クリームが苦手なんだよ私、本当にクリーム苦手なんだよね。私それ大好きだって。マジで、どれ、何味がおすすめ。やっぱサワークリームオニオンかな、あれが苦手なんだよ。クリームダメなんだもん。来年のツアーお待ちしてますって、ありがとう。行きましょう、楽しんでいこうね。いやー、ええー、ね、箱菓子と袋菓子、うわ難しい、うーん迷っちゃうな。袋いっぱい入ってるもんそういうことなんみたいなね。クリーム感ないから大丈夫だって。あ、そうなの、食わず嫌いではあるからな。食べてみよっかな、サワークリームオニオンデビュー。パパと一緒に食べればいいのか。パパが、ちょっと食べてくれよ。バーベキューじゃない、札幌ポテトだって。おお。いや、わかるよ、札幌ポテトは美味しいよ。ただ私はあのベジタブルのやつの方が好き。どっちが好き、わかるけどね。いや好きなんだよ、それもバーベキュー味までめっちゃ好きなんだけど、札幌ポテトのベジタブルみたいなやつめっちゃ食べる。あのかっぱえびせんの隣にあるよね、いつもね。柿の種、うわおいしい、めっちゃ好き。ピーナッツ余っちゃうタイプです私、柿の種ばっかり食べる。柿の種が食べたすぎてパパのおつまみボックスから取ったことある。ニコ生でライブ見てたって。あー、とんかつ将軍さん久しぶりな感じする。やっほー、ありがとう。どうだった、どうだった。一応私アイドルです一応歌って踊ったでしょ、ね、ベジタブル美味しいよね、わかる。フレンチサラダ派だって。何フレンチサラダって。あ、ポテチね。あ、おいあの緑のやつだっけ。なんか興奮してきた、あのポお菓子の話楽しすぎてね。あーこれね、これそんなにいっぱい食べたことないかも、うん、でも美味しいんだろうな、でもね絶対ね。私は薄塩かな、ポテチは。うん、ポテチは薄塩が好きね。前もお菓子の話会があったような。お菓子めっちゃ好きなの、なんかすっごい好きなの、大好き。昔はフレンチサラダだったけど最近見ない。そうか、最近スーパーのお菓子屋さんにあんまり行ってないな。お菓子屋さんとお菓子コーナー行ってないな。何が今トレンドなんだろう。うまい棒はコンポタージュ一択って。
美味しいけどね。いやー私はサラミだな。サラミかあのなんだっけ、たこ焼き味みたいなやつと納豆のやつが好きだけど、まあ一番はサラミかな。サラミめっちゃうまい。片揚げポテトも美味しい。めっちゃわかる。それはもうわかる。確かにね。スーパーでバイトやってたなら売れてたお菓子知ってるんじゃないのって。まあ確かに、まあ、しょっちゅうみんな買ってんなって思ってたのは、チップスターかな、赤いやつが一番見た気がする。打った思い出がある。ピッピッピッピ。まあやっぱ場所も取らないし、まあ、うちもね美味しいからなのかな。なんかすごく打った記憶があるな。一番多かったんじゃない、私のねスーパーの話だけど、一番多かった気がする。なんかじゃがりことかさ、あのカルビーのポテチとかよりもチップスターのポテチの方が打った記憶あるんだよね。オレオも好き。オレオは好きだよ私。オレオもでも割と打った気がするな、うん、LINE クーポンで牛ハヤシライスが30円引き、吉野家で使えるお得なクーポン配布中って LINE が来た。オレオはやっぱアイスに入れたいかな。すごい音した。でもうちのスーパーで一番売れてるなと思ったのはほうれん草です。ほうれん草めっちゃ打った気がする。最近は祝日とかじゃない〇〇の日をよく調べているって。あー、じゃあ今日何の日だ、あんのかな。え、全毎日あるよね何かしら。何の日、今日は本みりんの日です。え、あと絵本の日だって。あー、そうなんだ。明日は世界、あ、映画の日だって。え、映画の日だからもしかして明日映画安かったりする。え、明日休日なんですよ私。上映中のちょっと調べちゃおう。あ、そしてバトン果たされた、私見たいんだけど明日見に行こうかな。どうしよう、何これ、マリーグーなん、マリグナントっていうのがあるよ。マリグナントって何、怖っ。マリグナント、凶暴な悪夢っていうやつ、ちょっと今からあらすじを紹介します。ただいま映画やってるみたい。新時代ホラー、ジェームズ・ワン監督最新作だって。嘘、そうなの。怖い。ニュース、あ、怖い。どういう話なの。あ、怖い。誰もが子供の頃に体験する潜在的かつ日常的な恐怖の増幅させながら、ホラーの定石をことごとく覆すことで全世界に震え上がされたホラー界の異彩、ジェームズ・ワン監督。予想できない驚きの未知の恐怖が記憶に残り続ける数々の傑作ホラーを生み出してきた。ホラー映画で培った抜群のカメラワークと圧倒的なスピードと迫力で、ワールドスピード、なんか違うじゃんこの話じゃないんだよ。間近で、じゃあこの話ですよね。間近で恐ろしい殺人を目撃する悪夢体験に苛まれるマディソン、間違えた、マディソン、その連続殺人が現実の世界でも起きていくって。悪夢だけじゃなくなんだ。彼女の秘められた過去につながる凶暴な悪夢の正体イコール G とは。え？間近で恐ろしい殺人を目撃するってさ、殺人を夢で目撃したものが現実で起きてくるってめっちゃ怖くない？やつは一番近くにいるって。恐怖が熱狂に変わるジャンルを、ああ漢字読めない、超高した、超高
超腰下か、超腰下、実話ではなさそうだよ。よかったね。やつは一番近くにいるって何？え、動いた、あ、動いてる、あ、めっちゃ動いてる、怖い。悪夢もすっきり、完全6大ポイントって怖い。これまでの常識にとらわれるなって、どういうこと？かつてない体験、これまでの常識は特に置いて先入観なしになくしての鑑賞をおすすめする。2、何が起こっても目を背けるな。 R18 指定の理由は何なのか。アクション狂気、ジェームズ・ワン監督の仕掛けに 100% 楽しむために十分な睡眠と心も構えの準備を忘れずに。あなたの過去の友達、過去とも思い出せ。あなたの記憶の片隅に残っている友達を思い出しながら、主人公の悪夢に同期しながら見ると隠された真実が見えてくるかもしれない。え、どういうこと？青仕事頑張ってね。 G の正体を推理する。 G がイコールガブリエルの正体は誰か、一体何かか、悪夢の中の現実なのか、それとも現実に存在する殺人鬼なのか。これまでの映画のセオリーは崩れる瞬間で感じ。5、恐怖イコール熱狂、スピード感に振り落とされるな。予想できないテンポと展開に振り落とされてしまいそうな新次元を体験。そしてあなたは恐怖が熱狂に変わる瞬間を体感する。6、マリグナント、凶暴な悪夢のジャンルは、ジャンルを決めるのは私で、これはホラーなのかサスペンスなのかアクションなのか、限界に挑んでくる本作のジャンルを見極める。全然わかんない怖かったです。とりあえずなんか今流行りなのかな、じゃあって感じなのかなって思いながら今見てましたけど、だってよ、みんなじゃあそれ見てきてください、誰か見てきてください。マレフィセントじゃなくてマリグナント、怖いね。家事ホラー映画とか絶対見に行かないタイプだから、こういうのをあのサイトで見て、え、怖いとか言って終わるタイプです。でもしよかったら誰か私の代わりに見に行ってください家事の感想聞きたい、やんだよ、行かないよやだ、絶対行きたくないですね。見たことあります？皆さん、私映画館で1回見たことないんだけど、友達のと泊まりした時に2回ぐらい見たことがあって、司令官とエスターかなを見ました。エスターは割とこうサスペンス寄りだったから内容を把握できたけど、あのもう司令官っていう、こう実話なのよ。実話で、あのなんだっけ、実話で、バックしまったか、実話で、あのホラーの回でも結構シリーズ化されてるようなやつだから本当に怖くてほぼ見てないです。うん、何？庵山こうとこ、ちょっと調べてもいい？安山市っても違うね。なんて読むんだ。
かし男って言われて、怖くない、なんか分かんない、わあわあオンザビーチちょっと怖くない、お前の首が欲しい、だって化け物系な、怖っ、え、怖いよ。なんかもうサムネっていうのこのパッケージが怖いね。カカシ男。すごいね。B 級ホラーか。でも B 級ホラーってさ結構頭残っちゃったりしない？怖そうなイメージあるよ私。エイリアンだって、エイリアン、怖いな、エイリアン、怖っ、エイリアン怖くない？めっちゃ怖いじゃん、なんか気持ち悪いし自分の顔の方が気持ち悪かった、びっくりしたエイリアンと同じ顔しちゃった自分の顔の方が気持ち悪かった、びっくりした、あなた宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえないって怖っ、どういう話なのエイリアンって、地球に、あ、地球、あ、宇宙に行った人なんじゃないか、宇宙、あ、地中、あ、ふわいふわい、地球への帰還、え、地球へのきっと帰宅、きっと帰路か、あ、き、あ、感じがね、これなんて言うんだっけ、ちょっと言うのでしょう、はい、調べる、きっとか、人についていた宇宙貨物船ノストロモ号は謎の救難信号を受けて未知の惑星に降り立つ、そこには異星人の船があり、船内には無数の奇跡に卵から飛び出した奇妙な生物が顔に張り付いた、え、こう、間違えた、辞書、これなんていうの、調べる、ウェブ、読み方、孔中、孔中氏、ケインを回収しノストロモ号は再び航海に着くが、彼の体内にはすでに寄生生物の幼体が産みつけられていた、ケインの腹を引きず、カエンの腹を突き破り、姿を現したエイリアンは脱皮を繰り返し巨大に成長、一人一人と乗組員を血祭りに上げていく、とんでもないじゃん、めっちゃ怖いじゃん、エイリアン怖い、やだめっちゃ怖いじゃん、ちょっとみんな怖いよ、気をつけて、あれがいい、なんとかからの物体 X ってなかった、パパがよくさ怖いよって言ってさ私に言ってくるの、あれがすごいパパ的にはなんかすごい言ってくるので、私もそんなにいっぱい見たことないけど、ちゃんと見たことはないけどなんとなくね知ってるんだけど、なんとかの物体 X、 なんだっけ、遊星からの物体 X だ、遊星からの物体 X、 あれめっちゃ気持ち悪くない、あれ怖いよね、遊星からの物体 X ってあれとんでもない映画だよね、めっちゃ怖くない、あれ私本当に嫌なんだけど、パパがさすごい言うの
ぶった X。 嫌いです、私は嫌いです。そうですね、なんか結構いろんな映画が皆さんの人生の中で思い出あると思うんですけど、会社的に映画の中で一番思い出残ってるのは何かな。うーん、映画おそ松さんですね。映画おそ松さん面白い、皆さんネットフリとかで見れるの見てください。イットが一番好きだった。あの話題のイットですか。イットは見てないです、怖いんで。イットすごい人気だったよね、歌詞見てないけど、なんかみんな見てた気がする。でも私恋愛映画が好きなんだもん、あの少女漫画が好きだから、うん、少女漫画系のやつは全部見てると思う。全部見てるっていうぐらい本当に見てるよ。代表作みたいな、なんか私の世代の恋愛映画みたいなの全部見てると思う。女優さんがってすごい好きだから、そういう恋愛映画に出る女優さんってもう 100% 売れるわけじゃないですか。99かな、 99% 売れるわけじゃないですか。なんかその過程となる作品を見ないでどうするんだって私は思うの。だからほぼほぼ見てると思う。大好きなんだよね、なんかその高校生役やってる女優さんが好き。めっちゃ好き。ほぼほぼ見てる気がする。てか深原遥ちゃんがさ、朝ドラ決まって、もう超嬉しいんだけど、どうしよう。朝ドラ決まった、うん、超楽しみです。そう、私の大好きな深原遥ちゃんが、岡崎紗絵ちゃんってすごい好きなんですけど、岡崎紗絵ちゃんがこう主役となっている恋愛ドラマっていうのがなかなかなくて、そうそう、リライフかな、リライフ、まあ、脇役だったんだよね。僕は明日君の君とデートする見ただって、あれは恋愛映画です。私は映画館で見に行きましたよ。あー、分かる、あれいいよね、私も好きでした、ね、小松菜奈ちゃんと小松菜奈ちゃんとあの方ですね、俳優さん、あのよく見る、よく見る方、最近はでも見ないか、福士蒼汰さんだ、見ました、姉ちゃんから来てた、まるちゃん生命買ってきて、まるちゃん生命、まるちゃん製麺、うまから醤油っていうのが好きです。うまから醤油めっちゃ美味しいから、ちょっと姉ちゃん買ってきて、まるちゃん生命、あのね、寒いからラーメンが食べたくなっちゃうので、私まるちゃん生命のあの袋をね、ママか誰か買ってきてくれてそこに置いてあったのよ、うん、で絶賦の次の日かな、絶賦の次の日にもう絶対ラーメン食べるって決めてたんだけど、外出るのがちょっと寒すぎたし結構疲れてて、もうなんか何もしたくなかったから家でまるちゃん生命作って食べた。おいしかった。すっごい美味しかったです。うん、最高でした。それをだから食べちゃったから、姉ちゃんに買ってきてもらおうと思って今。姉ちゃん今お買い物行ってる。そうなんです。最近の袋麺美味しいって、
美味しいよねってか私もかっこインスタントラーメンとかも大好きなんだよね。美味しい。カップラーメンがすごい好きなんだけど、最近はカップを捨てるのもめんどくさいのでインスタントラーメンにしようって思っています。割とうん、具材何入れたんだろうって、卵ともやしだけ本当はなんかラーメンっぽくねネギとか言いたかったんだけどそれもめんどくさくてなんか卵パカって割ったりしていた。うん、あれ食べたい、チキンラーメン。チキンラーメンちゃんみんなだけ好きになってテトテトってしたいよね。チキンラーメンちょっぴっとだけってガンダムカフェで買った豚骨ラーメン美味しそう、いいね、よいしょ、インインでインイテラリーさん、エコさん、ありがとうございます。なんか私麺が好きだからね、あんまり具なくてもいけちゃうんだよね、うん、カップラーメン食べてないな最近。なんか絶プなんか大きいライブがあったからそのライブのためにラーメン食べてなかったのよ。ないでしょ。そうでね、カップラーメンも家にないの。マルちゃん製麺しかない。でマルちゃん製麺も1個しか食べてないから、そうだ偉いでしょ。すごい偉いの、メカイベ偉いの。ラーメン食べましょう、みんなさんね。ラーメン食べたいね。すごいめっちゃダラダラな配信でごめんね何時から配信してんだろう。すっごいダラダラしてない？その今日お買い物したからズボン買いました。なんか家事さ、こう寒いの嫌いだね、すごく。だからね、もうズボンが欲しくて、長ズボンだ。ジーンズを買いました。ジーンズって高くない？もう嫌なんだけどもう嫌なんだけど、でも可愛かったから買っちゃった。私は M サイズを買いました。そう、私足が結構ムキムキでゴリゴリだから S でも入るんだけど、なんかね不安になっちゃうんだよねなんか私ズボン脱げなくなっちゃったらどうしようって思って M も買いました、うん、S 入るけど、なんか入るっていう限度を超えてるんじゃないかなって思っちゃって、うん、わあ、うち1時間ぐらい配信しようとしてんだ。でへっ、ちょっと楽しいんだもん、ショールーム楽しいよ。明日は実家から配信するからな、ってね。実家からするよん、よんよん。仕事終わっ、あ、もしかして、あ、5時までやったら定時なんだ、みんな。そうだよね、みんな終わる時間になったりするのかな。
火事の部屋見れると安心するって。明日実家帰るので、うん、明日実家で配信するよ。そう、みんなに会いに行ってみようと。なんかゼップのオキラブにママとパパが来てくれたからお礼に行こうって思ってて行くんだけど、そうね、いつぶりだろう、何、あ、半月半月ですぐ帰ってきちゃうからね私ただいまって言って。でも年末とかは帰れなそうだから先に帰っておこうっていう。だってすぐそこなんだもん、言っても言えばすぐそこは嘘だけど、そうそう、そうなの。年末にお仕事があれなんだよ、ワンマンだよ、ワンマンライブがあるからね。そうそう、ワンマンライブがあるからね。年末はね、ワンミンライブか。みんな来てね。よかったら聞いてね。ぜひ来てね。よろしくねー、とねー。今のじゃトレンド、あ、煉獄さんじゃん、トレンド入りしてるよ。煉獄さんトレンド入り中。何これ、すごいフィギュアが売ってんの。ちょっと今のトレンドをみんなで見ましょう。え、待って、コロナなっちゃった方いらっしゃるの、オミクロン株の。いや、大丈夫なのかな、その男性の方は大丈夫か。平気か。すごい今トレンド1位になってる。無事なのかな。怖いね。無事で会ってくれ、みんな。お、あ、もうトレンドがそれしかなかった。手洗いうがいは徹底しましょうね、皆さん。お、ローソン29時っていうホットな情報があるわ。20の一番くじやりたい、私やりたい。20の一番くじやりたいんだけど、あやかちゃん当たんないかな。ローソン行こっかな。ローソン、ローソン、ローソン、いいなあ。あやかちゃんの、あやかちゃんの何欲しいかな。私あやかちゃんのなんか欲しいな。フォトコレクション。ラバーキーホルダーかわいい。いいね。めっちゃいいね。あ、やばい、また鳴ってる。こちらはのやつが始まってしまった。なんか毎回この時間になるとさ、なんか鳴るんですよ。だから皆さんと一緒に歌いましょう。今から私はですね、アップアップガールズ過去に来の新曲を流させていただきたいと思います。
もうなんかそうだったら4時半になるんだっけ、なんかいつも鳴ってるよね。ちょっと私歌いたいと思います。新曲聴いてください。幸せの半径、チャラララランチャラララランランランチャラララランチャラララン。明かりを消そう、耳を塞ごう、君の言葉が聞こえるように、手をつなごう、一人になろう、泣きながら帰る日もあるね。泣きしめきれない言葉かりだね。それでも今、それでも今、はいはい、君が描く幸せをあの手に飲んだ光あるの見せて、よいしょ。じゃなくても、犬がないから、世界の幸せの半径に埋めて、君がいてほしい。いつか光の子を広げていって、誰のことも置き去りにしないように、ああ歌うよ、あじゃんじゃんじゃん、どこにいよう、誰といよう、そんなことで苦しんでるなら、手をつなごう、一人になろう、君のきらめきに濁る前に、自分らしさを知っとおせば、誰かが弾かれてくけれど、奪われなれるのか、大人になることなんかじゃないって言いたい。チャンチャ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 ラン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 チャ
はい、よし、ありがとうございました。どうでしたか皆さん、幸せの半径一日一回皆さん聞いてくださいぜひ聞いてくださいね、聞いてね、世界の幸せな半径に、いい歌だな今更ながら、いい歌だなと思っています。はい、ということで今日の家事はこの辺で、なんかダラダラ配信してしまいましたが、皆さんと楽しい時間を過ごせて嬉しかったです。また明日配信するのでご覧ください。家事の休日ってこんな感じなんだよね。また雑談しましょうね。それでは出会い塾生の以上です。また会いましょうね。明日は12月会いましょう。バイバイ。出会い塾生の以上です。やるな、するとかやったら危ない。以上です。バイバイ。